チェンクロ公式ウェブラジオチェンラジ。皆さんこんにちは、緑川ひかるです。今井あさみです。内田彩です。高木りかです。チェンクロ公式ウェブラジオチェンラジ、今週もスタートしました。はい、というわけでチェンクロは現在テレビアニメ結界先生&ビヨンドのコラボで盛り上がっておりますが、皆さん楽しんでいらっしゃいますか？イエーイ、楽しい。なんだろう、嘘の匂いがする。ペロペロ。そういえば、そういえばあの私、はい、この間 iPad を機種変しました。はい、あ iPad 2から iPad 4になる。iPad ミニ4。あれですね、緑川さん、携帯はずっと変わらなかったのに iPad はどんどん変わりますね。違う違う、なんかね、充電 100% なのに、なんか気がついたらあのエンプティーみたいな表示が何回かなんかポツポツって続いて怖くなったので、完全になんか立ち上がらなくなるまで、だなんかね、ちょっとするとやっぱありましたよって言われる、だからなんか嫌だなって思って、で、買い替えたんですけど、そこでちょっといろいろあって、引き継ぎ失敗しました。あ、怖い。ちょっと待って、チェンクルの、そうそう、あのね、あのパソコンにバックアップしてて、で普通にこう復帰しようと思ったらなんかあってこう復帰できない状態だったのね。まあまあいいか、そんなになんか大事なあれでも、大事なものがそんなにあるわけでもないし、また一からやろうかな。でもチェンクルは一応あのパスワード取っといたの。あ、よかった。違う違う、取っといて、でもう一回こう本当にできないもんかなっていろいろアップデートしたりなんかしたら、あ、やっとできるっぽい。でもその前にとりあえずほら、まっさらでもいいからチェンクロダウンロードしてって言って、でパスワード入れて復帰してたんだけど、それをやったがために、ずっとアイコンが暗いチェンクロのままで、でなんかダメ、なんか来なくって、多分余計にそれやっちゃったからなんか干渉しちゃってるっぽくて、で来ないから、じゃあもう削除してもう一回ダウンロードしたの、でダウンロードできて始めたら始まんないか、あ、そっかそっかって入れたら違いますって言われて、要するに自分が撮ったやつは一回復活させたから、その段階でもう一回撮ってないとダメだったのかも。うわ、そっかえ、嘘でしょ。あ、まあまあそういうことかと思って、でも何度かセガさんのおかげで、よかった、みんなも気をつけて。でもちょっとそれね、ほら、ちょっと落とし穴だよね。本当そうですね。やった、できるっぽいと思って何も考えずにやっちゃったから、そっか、あそこでもう一回取らないとダメだったのが一回成功してるしみたいな。そうですね、ちょっとね、びっくりしました。よかったです。震える。じゃあもう本当に結界先生ビヨンドが、アンドビヨンドが遊べないどころかの騒ぎじゃなくなる可能性もあったって思うと、ふわっとしますね。無事でもう楽しんでますよ。まだ始まってないのだ。僕らの時間はそうなんですよね。なので私たちも始まったら、はい、はい、もうちょっと頑張りたいと思います。全力です。もう全キャラゲットしちゃうかんね。かんね。なんか方言だな。はい、そろそろ始めていきましょう。チェンラジスタート。この番組は株式会社セガゲームスの提供でお送りします。チェンクロ公式ウェブラジオチェンラジ。改めまして、緑川ひかるです。今井あさみです。内田彩です。高木りかです。では皆さんからメッセージが届いていますので紹介していきましょう。題してアルカナメール。はい、早速ワンタさんからいただいたメールを紹介したいと思います。はい、パーソナリティの皆さん、こんばんは。こんばんは。先日今更ながら最初のテーマであるバグリスとゼファルを貫突することができました。新しく追加されたテーマに目移りしてしまったこともありましたが、順番を守らなければという自分のちょっと真面目すぎる性格もあり、バグリスとゼファルの渦を中心に挑み続けていました。次は順番的にクニアリの番で、クニアリは現在6突しているのでもうすぐです。これからも順番を守って全ての天魔の貫突を目指したいと思います。血液型 A 型かな、思いました今。今思いました。リチギやな。すごい。すごい。おめでとうございます。おめでとうございます。そして私も国有さんがついに100になりました。はい、どうですか、使い心地は。よくわかんないまだ。ちょっと党派で忙しかったんで、党派ちょっと出番が少なめだったんで。まだこれからの、そうっすね。いや、いいな。すぐ目移りして、すぐちょっと上がって、ああ。ちょっと上がって、あーっていうのを全員に繰り返して。でも
やっぱあれでしょ、100までするの結構きつかったでしょ。ほんときつかったですよ。全然動かないって言った。97ぐらいから突然なんかやっぱすごく、はい、こうメーターが愚鈍に感じるようになって、どんなに星5を突っ込んでもなかなかならないし、だから本当に明確にこいつ100にするんだっていう気持ちがないとなえるよね、うん、そうですね。イベントの子とかにね、うん、振っちゃったりするからさ。で、ね、でなんかいろんなイベントとかでもらった成長あるかなとかも貯めてはいたんですけど、うん、もう本当に紙くず当然になっていきましたよね、うん、なんかさあっつって。だその間の子たちが結構育成が滞ってるんですよ、はい、なんかあの40とか50ぐらいでちょっとごめん、ちょっとこのぐらいで勘弁してって子が多かったので、やっと今少し落ち着いたので、その子たちの育成に戻ろうかなとは。だって俺も一回ゼロになったからね。ですよね。私もずっと、なくなったみたいな、ここ数ヶ月ずっとゼロでした。まあでもその分強いですよね。あの強い、あマナがカラフルなのが出てくるので、はい、すごく戦術が楽になりますよね。考えなくてもとりあえずは1個あるぜ、イエーイみたいな。もうフレンドとしてはすごくありがたい、うん、あの常にフレンドにしておりますが皆様のお役に立てればと思います。ありがとうございます。ラジオネーム GH 小賀さんからいただきました。皆さんこんばんは。こんばんは。初めてメールしました。ありがとうございます。チェンクロ1の頃からやっていて、大会に出ていくところでやめてしまっておりました、うんうん、そしてチェンクロ3で復活しておよそ1年経過しました。古くて新しいユーザーです。なるほど、はい、複雑復活して1年、まあ新しい機能や楽しさがめっちゃ増えていて、今はランク130でストーリーもとりあえず全部進めてて7章を待ちきれないでいます。というかヘリオス6章のラストかっこよすぎです。泣きそうになりました。展開も凄まじいですが、この後のストーリーがどうなるのか楽しみでしょうがないです。イベントもたくさんあって正直どこから手をつけていいのか迷いますが、ストーリー大好きな私としてはメインストーリーの今後がとてつもなく楽しみです。ということでね、復帰したチェンクロアからいただきました。ありがとうございます。7章まで、うん、私もあと2人か3人もう少しあと一歩のところまで来てるんですけれども、うん、この間の踏破の前がちょっとイベントが少し緩やかになった時期が 1、2週間あったじゃないですか。あの時にチャンスだと思ってめっちゃ進めました、はい、もうここを逃してはメインストーリーが進まぬと思って、はい、ね、皆さんもそういうチャンスを逃さないようにしてほしいですけど、うん、やっぱまとまった時間がある方がお話面白いよね。そうなんですよね。ちょっとずつやると忘れちゃうの、忘れるとまあいっかってちょっとそういう感じになっちゃうから ね。なんでまとめてぜひやっていただきたいですね。はい、はい、皆さんメッセージありがとうございました。さあ今週もゲームプレイしていこうと思いますけれども、はい、今日は何をするかというと、あやちゃんと私、はい、今井がですね、はい、前に坂口さんがゲストに来てくださった時に坂口大好きさんがチャレンジクエストで見事に散って行ってしまったという、優しくないそうでしたね。本当に申し訳ない、そのチャレンジクエストに今日は私たちもチャレンジしようと思うんですが、ただ私にですね、作家さんの方からリクエストをいただきまして、はい、今井さんはぜひ、本当はこれ魔法使いがいいんでしたっけ。そうですね、うん、優遇されてる、優遇されてるところ、ぜひ今井さんの戦士で行く姿が見たい戦士なんですねそう、ちょっとリクエストいただいたので、私給料パーティー、違った、獣パーティーで行こうと思って。獣パーティーで、はい、どんどん行こうぜかっていう感じですね。そうなんです。なんでもエイルボンが好きなガジジナとか、私のですね、獣ちゃんはこれですね。ティーティン、こんな感じ。いないね育ちきってないガチネさん、育ちきってないこのメンツで行こうと思っております。はい、どの子、どの子、どの子、それによって、それによって、どの子、ワクワク、ワクワク、どっちかな。いや、どっちでもないかもね。でも知らないのってあれとあれだけだから絶対そうだよね。どっちかのこと、いや、初めて見た可愛い子がいる。どれどれどれ、そう、僧侶の、あ、僧侶、メルリさんね、はい、私初めて見たんだ。そうか、そうか、そうだね、初めて見たから。結構あの、そういう、こう、獣の僧侶は少ないからね、すごく重宝すんだよ。大事、大事。僕らどっちでもなかったね。どっちでもなかったですね。私、2キャラいたけど、どっちでもなかった。初めて見てた、この女の。あ、で、もうここからですよ、トラウマの放置しす
ぎちゃうとかもないあ、やばい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 あ、ダメだやっぱダメだダメだダメだダメですねやばい、あとで来たやばい、私の敵よ頑張れ、あ、これでこれ無理だよやっぱねあ、でもすごい強いすごいいや、もうこれ無理だなんかどうやってちょっと最初のところってむずいからね。チロル、チロル可愛い。チロル、めっちゃ強い。やばい、やばい、もう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 やばい。もう無理無理、もう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 無理よ、もう無理よ、もう無理よ。ちょっと強かったな、今何か目の前で、しょうがないカイロに負けないで負けないよはい、これが可愛いの、これ可愛いでしょ今日はこれをユニコンに見せるための回でしたすごい避けるよ、避けるよ、避けるよ、避けるよなんかちょっと、インベーだけよ ちょっと一瞬インベーダーゲームに見えるそうですね違う遊び方を開発させていただきましたが、皆さんに結論を申し上げたい結構これ獣パーティーでも強いんですよでもあの子たち攻撃力強いけど防御力がねだから、無理っす戦士獣パーティーで行くの無理っすさ私さ戦士怖いはいということで仇を討つべくお願いします私の魔法使い賢者の塔パーティーで、うんはい、あーもう正統派だね行きたいと思いま す賢者の塔はね賢者の塔の人たちで、はい、そりゃそうだわ、はいうん、ということで、うん、レッツゴーあごめんなさいこれ違うパーティー編成の画面でしたこっから間違えた間違えたいけないこうですそうあの一回やってみたんですよ、うんうん、前回私は4ウェーブ目で一瞬にして死滅させられて、うん、無理って思ってたんですけどクリアしてる、はい、試行錯誤を重ねた結果、うん、クリアできたんですが、うん、クリアできちゃったって作家さんにお伝えしたところ、うん、じゃあ3倍速でやれ今日なんだろうド S だね作家さん、はい、ということで、うん、3倍速で頑張ろうと思いますそうだよね時間かかるものね14ウェーブだとゆっくりやるとね、はい、あ、違うここはですね助っ人さんにですね、うん、この人にしようやっぱりさっき言ってたんですけど天馬さん強い、うんうんということで天馬さんをお迎えしていきたいと思います始めるすごい、ね、倍速倍速3倍速すごいやねすごいチェックが入ったよ今入れてっつって倍速倍速倍速なしでなかったはいいきます早い早い早いちょ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 国有さん頑張ってこれは何だ何のゲームこれ何ゲーム早い早いぞあ、違う、夜にしなかったこれベラさんで血のひととき夜にすると全体の攻撃力が上がるというおお早い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 ピリカも早い早すぎてついていけないバツも早いピリカが持ってるあ、でも、ま、マナが満タンだからピリカもピリカごめんね何もできないよって書いてごめんよこれですね味方の HP を深くあ、これがないあ、ゆっくりだわセリフはゆっくりだわあ、こっちだあ、魔法使いが弱いやつあ、オーケーな感じ早い早すぎてもうすごい速度ですごいあ、すごい強いめっちゃ強い全然倍速でもいけますねねえあ、でもここは気をつけてゴースト透明になってるからあ、やばい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 ちなみにあれだねベルナさんのあのクエスト進めてなかったねはいあっさっき聞いたんですよ、うん、なんで4ウェーブ目で全滅させられていたかあなんだなんだあのディロの、うん、さっきあ真ん中の真ん中の危ない危ない見せる前に終わったけどディロ の、うん、あの技が厄介らしくてうんでもその前の4ウェーブ目をそうですねあっという間に
どれやったやねんってみんなが今思ってる。クリアリさんやばいしかも最前であの球投げるってズボン。なんかすごいよね。賢者の塔とか関係なくてクリアリさんのおかげなんじゃっていう。後ろの子たちの立場に。あの球が手みたいに見える。確かに選手観念張りだよね。強い、やっぱ強いですね、天馬。強い。いや、他の子もね、やっぱ強いんだけどね。頑張れベルナ、だって溜まってるんだよもう。あ、でどっかで技やろう。使ってあげて。ああ、技使う前に。あの派手な人も瞬殺だったね。本当は魔法を当てると大変なんですけど。これは、あ、じゃあこれベルナさん。お、間に合わない。あ、全然ダメだ。全然いいとこ見せてあげられない。こんな簡単なゲームだったっけ。甘美なる血のひとときをここに。おやっぱそう思うとやっぱ魔法使いが相当こう底上げされてるんですかね。クニアリさん底上げすればいけるんじゃないか。あ、早くなってよ、ほら。ああ普通はここでね、ボコられるんだよ。なんか面白みがだんだんなくなってる。手離してるし、もうあやちゃん手離してる。ちいさんのこの手の離したものをお送りしたい。そうだね、何も触っておりません。まだもたまりたい放題である。すごい必殺技なんか使う気もなくないですね。余裕の通常攻撃ですよ。すごい、誰も活躍させてあげられない。あ、外しちゃった。あ、頑張れ頑張れ。そしてクニアリさんのあの千手観音がなくなっておられる。これがないと無駄。甘美なる血のひとときを。いける、いける、なくてもいけるの。いけるんじゃない。ちょっとベルナ先から悪いな、ちょっとベルナダサいな今の。そうですね、あっみたいな感じ。クニアリに甘えた結果ね。え、放置できちゃう。ユニさんも行くかな、どこまで行くかな。急すごい。あっめっちゃ勝った。あっ、ベルナ、もういけるっしょ。ちょっとドキドキ感を。さあラストウェーブです。あ、やばい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 。何何何何。アベルナーが徐々に減っていっているけど。そのぐらいのドキドキ感はください。確かに。ここここ来ないんだよ。困ってる。だって本当は時間かかりますからね。いやこれ早くしてても来ない。3倍速。あ、やばい、ザレンできちゃった。ないよ、やばくない。あ、でもクニアリさんめっちゃ強い。あ、クニアリさん倒れた。塔が誇る教授の実力見せて差し上げますわ。いや、すごい、すごい、こんなに違う、ね、すごい。みんな頑張ってクニアリ手に入れよう。確かに、本当そう思います。レベルを100にしよう。美しいし、あの必殺技使ってくださった時のあのお言葉がですね、胸に染み入るっていう。ぜひおすすめですね、クニアリさんは、はい。うん、ぜひ、あとベルナーさんのあのニューを消してあげてください。ぜひぜひ。はい。チェンクロ公式ウェブラジオ、チェンラジ。続いてはこちらのコーナー、チェンクロ学園初等科。チェンクロをプレイしている初心者ユーザー、チェンクロ学園初等科の皆さんから疑問に思った質問に答えていくコーナーです。それでは早速、紹介していきたいと思います。こちらなるさんからいただきました。ありがとうございます。皆さんこんばんは。こんばんは。ここに送っていいのか迷ったのですが、気になるので教えてください。チェンクロでは様々なイラストレーターさんが絵を描いていますよね。私はたまに出てくるカッパの敵が可愛くて好きなのですが、敵キャラのキャラデザインは全て同じ人がやっているのですか、といただきました。あ、知らない知らない知らない。敵もね、所属によってちょっと雰囲気も違うような気もするし、何人かいそうな気もするけどね。これは後で酒井さんに聞こうか。確かにそうです、それが一番手っ取り早い。
初等科の解決策ですね、うんうん、でもあのカッパさんプニプニしててすごい触りたくなりますよね。でもあいつね、うん、地味に強くてトラウマになってるんだよ。本当ですか。でもいろんな武器持って登場する。そうなの。のんきな顔して一回なんか触れる機会があったんだけど気持ち悪かったよ。イベントでですか。ゆりかんさんどこに行ってきたんですか。遠野に行かれた。いやまあ給料のことは知っとかないとね。あそうですよ。いやあれこういい感じのコラーゲン。あーコラーゲン。そうなんですか。コラーゲンやったんや。嬉しい。でも食べられちゃう。表面コラーゲンっぽいや。乱獲されて絶滅しちゃう。ということで後で聞いてみたいと思います。ありがとうございます。はい、続きまして、はい、春菜さんからいただきました。はい、踏破について質問です。私はいつもマップの最後にたどり着くのが精一杯でカードの貫突ができません。皆さんマックスまで持っているだけではなく多くゲットして余らせることもあるようなのでどうすればそんな風にできるのか教えてほしいです。よろしくお願いします。とのことでした。わかるわ。なんか、うん、なんとなくすぐできちゃう時と頑張っても頑張っても届かないよって時があるのは、うんうんうん、やっぱり戦力の差なのかな。あとはフィーバーとグレートフィーバーを使いこなす。俺グレートフィーバーあんま見てないね最近。私今朝2回見たんですよ。やばいそれ死ぬかもしれない。カズさんはこのワイン食べるから許して。違うか。逆に怒られちゃうかも。怒られてカッパの髪。これだい。フィーバーの運とか確かにありますよね。私も全然もうフィーバー見なくて。なんか一番多いのが電車の中が一番多くて本当困る。そう電車乗ってる時にフィーバーってなって、うん、もうそっちに集中すべきなのか降りる駅に集中すべきなのかってのがね、いつもはぁってなって。あれでも本当に1秒を争うぐらいですよね。でも俺今回4突するまでに普通のフィーバー2回しか来なかった。あそうなんだ。やっぱランダムなんですね。うんうん、私はいつも取っておいて、はいはい、もうその時に溜め込んでおいて。しかも多くもらえる、うん、最後の方にたどり着くまで使わないで取っておこう。確かに確かに、うん、最後 ね、もう全然違うゲームになるぐらい最後増えますもんね。めちゃくちゃ増える。もらえる分が、うんうんうん、なのでそちらの方も注目していただきたい、うんうん、はい、ありがとうございます。ということで、このコーナーではチェンクロの初等科の皆さんからのチェンクロに関する質問メッセージお待ちしています。公式ウェブラジオチェンラジ。続いてはこちらチェンクロ最新情報。このコーナーではチェンクロの最新情報について運営スタッフを交えて紹介していきます。それではチェンクロ運営担当の酒井さんよろしくお願いします。運営担当の酒井です。よろしくお願いします。はい、じゃあ情報をいただく前に先ほどの質問ちょっと聞いてみようか、うん、はい、はい、ですね、先ほどの質問が、チェンクロではさまざまなイラストレーターさんが絵を描いているということですが、ふむふむ、はい、敵キャラのデザインは全て同じ人がやっているのですかという質問があったんですけども、はいはい、そうですね、敵はいわゆるですね、あとモブキャラクター、例えば子供とかおじいさんとかっていうのが出てきますけど、うん、はい、まあ、それぞれですねイラストレーターさんがまた別にいらっしゃいます。まあ、例えばですね、うん、はい、過去の、インタビューでもどこかでお答えしたと思うんですが、2部でおなじみの敵のバルクスですとか、うん、街に出てくるおじいさんは同じイラストレーターのジャコシバさんという方が描かれていたりですとか、他の少年とかもですね別のイラストレーターさんが描かれたりしていますので、一人の方がこう全部のデザインされているというわけではないですね。じゃあ敵キャラにもいっぱいイラストレーターさんがいるってことですね。そうですね、まあ、ひょっとしたらあのキャラクターと同じ方が敵を描いてるかもっていうのがあったりすると思いますので、ここはですねまたいつかそうですね裏話的なところで公開できればなと思います。画集とかでね、そうですね、図解してほしいです。はい、重要度がねバルクスと普通のおじさんじゃあれだからこのままこのなんかヘリオスとかずっと話進んでってさ、より強い敵のおじさんとか急に現れたらびっくりする。びっくりします、びっくりします。逆に怖いみたいな。どういうことみたいな。すっごい見た目普通なのに技強いみたいな。ノーアル高い目隠しすぎでしょってなる。それ面白い。いや面白い。なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます。
はい、ではですね、本日も最新情報をお届けいたします。まずですね、現在開催中のテレビアニメ結界先生&ビヨンドのコラボが開催中となっております。こちらはですね、3月30日まで開催となっております。現在ですね、事前登録キャンペーンでレオナルドウォッチ、こちらがウェブページから獲得が可能となっておりますので、まだだという方はぜひ受け取ってみてください。また同じくレオナルドウォッチはイベントクエストですとか、イベント期間中の探索でも登場いたしますので、こちらでぜひ4凸を目指して頑張ってみてください。またですね、レオナルドパーティーリーダーに設定しますと劇中で使われている BGM になりますので、ぜひこちらもチャレンジしてみてください。またコラボクエストも3月20日より順次公開されております。こちらでですね、ライブランメンバーだけで構成された、バトルイベントも楽しむことができますので、ぜひ、ガチャからどういうキャラクター出るんだろうと気になっている方はこちらもプレイしてみてください。はい、そしてまた、新しいイベント情報をお届けいたします。本日からですね、3月26日月曜日より季節のイベントクエスト花咲く春の日が開催中となっております。こちらではですね、イベントクエストで春にぴったりの A ランク武器5種類が手に入るクエストも実施しております。まだこちら開発中の画像なんですが、こちらのお団子ですね、それぞれ突武器なんですが、3種類 のお団子が手に入るクエストも開催されております。何って食べれる。あ、そうですね、突撃は、はい、装備できますね。特に開発チームに伺ったところ、このみたらし団子の照りにすごいこだわりを持って作りましたというお話を。大事です、大事です、大事です、大事です。惜しげもなく愛がかかってますからね。アリーチェ、はい、食べずに叩いて、それでついてちょうだい。ベッタベタにして叩いてしてやるよ。新しい、食べる前に。はい、またですね、同時に開催されております春らんまん桜フェスでは、新しい衣装に身を包んだ旅立ちの日の花カティア、そして日に合わせビエンタが登場いたします。まだですね、こちらも、この収録段階では開発中なんですが、ぜひですね、ちょっとイラストをこちら用意しましたので。すごい、大人気キャラじゃないですか、どちらも。うわー、かわいい。ずるい、ずるい、かわいい。ちなみにですね、衣装替えではおなじみの職業が変わって登場するんですが、2人とも今まで魔法使いのキャラクターですよね。例えばじゃあカティアってどういう武器でどういう職業だと思われますか。ちょっとイラストでもヒントが出ています。もともとね、こう魔法使いだけど近接得意でしたもんね、そうですね、剣ですね、そうですね、ザンですね、ザンの戦士。正解です、はい、戦士ですね。ある種正しいところに来たって感じもしますよね。かっこいい、そしてそして戦場で戦う。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。戦士とは、戦士とは戦場で戦う。大体わかりますけどね。確かに。シリエ、太っちゃったの、戦士を。すごいね。なんで急に参戦してた。混ざりたかった、ね、あと前後も結構いろいろ話してたのに戦士だけ拾うの。なんで急に乗ってきた。すごいね。すいません、なんか切ってたんですよ、あれ。さっきから怪しい音はピコピコしてたんだよね、実は。だからあれって思ってはいたんだけど、そう、勝手に話しちゃう。しりちゃんは切っててもなったりするからお気をつけてね。そして、はい、ビエンタは難しいかもしれないですね。ごめんね、ビエンタ、今どっちでも良くなっちゃった気持ちになっちゃった。弓、あ、正解です。やったー、どちらも一発で正解ですね。ビエンタ愛が、はい、ビエンタ弓使いで登場いたします。なんでか聞いて、なんでか聞いて、なんでだと思います。なんか着物がこう弓道やる時の格好の、ちょっと似てなくないかなと思って、ちょっとお祭りの感じの時の巫女さんのイメージかなって思いました。あー、かっこいい、見事大正解ですね。やったー。でちなみに今回カティアとそれからビエンタで持っていますこの武器はですね、特殊な武器なんですが、こちらをイメージした武器もイベントクエストで手に入りますので、2人以外のキャラクターに装備させたいという方はですね、ぜひイベントクエストもプレイしてみてください。これね、男キャラなら見たかったよね。ベルナーとシザがピンクの服着てる。でも女の子の日なのでお二人にはちょうどご遠慮いただきましてよろしいでしょう。すいませんね。そしてもう一つ、毎月お届けしているチェンクロ義勇軍絆の生放送ですが、次回の放送が3月27日火曜日21時からとなります。パーソナリティは柳田純一さんと私高木ゆりかです。次回はフィーナを大特集、フィナトークをお届けいたします。お楽しみに。ということで以上チェンクロ最新情報でした。坂井さん、ありがとうございました。ありがとうございました。
チェンクロ公式ウェブラジオチェンラジ。さあこの後はチェンラジオリジナルラジオドラマをお届けします。今回の配役ですが、私がトビアス真面目なメガネです。私今井あさみが全力魔術師ミリー、魔法学園の劣等生でございます。はい、そして私内田彩が最近やっとゲットしましたレイリー、賢者の塔の教授です。おめでとうございます。ありがとうございます。そして私高木理香がアリーチェです。行きつけのカフェはベラーチェです。こちらごめんなさい、マジ情報ですか？あ、行きつけのカフェは私はタリーズです。笹川さんからいただきました。ありがとうございます。はい、あ、チェが言い踏んでるってこと？お願いします。はい、私はカフェドクリエです。それでは行ってみましょう。チェーンラジラジオドラマスタート。チェーンクロ学園インレディオ。やっぱり3本もあると重いな。あ、ごめんぶつかっちゃった。僕もごめん。アリーチェ、ミリー、どうしたの？大きな杖を3本も抱えて。え、あ、そっちこそ大きな槍を3本も抱えてるじゃん。それがね、聞いてよ。わ、また誰かにぶつけちゃった。トビアスだ。トビアス大丈夫？杖をトビアスにぶつけちゃった。ごめん、わざとじゃないんだよ。大丈夫です。お二人ともそんなに武器を抱えてどうしました？倉庫に運ぶ途中ならお手伝いしますよ。え、違うよ、これ全部私の。だって武器って3つまで携帯が許されてるでしょ。これがいつも使ってるやつで、こっちの2本は新しく手に入れたやつなんだ。アリーチェ、その2本もしかして白い方はパンの懸賞のやつ？そう、パンを食べてシール集めて応募するやつ。僕のこれもそう。槍じゃなくて杖だけど。本当だ、お揃いだ。お揃い、イエーイ。わあ、また槍でぶっちゃった。ごめんトビアス。いえ大丈夫です。そしてもう1本の方はコーヒー飲んでシール集めて応募するやつ。僕の杖もだよアリーチェ。すごい、こっちもお揃いだ。お揃い、イエーイ。あー、また杖で叩いちゃった。ごめんトビアス。いえ大丈夫です。パンやコーヒーで武器が当たるとは驚きましたが、しかしそのように武器を抱えて歩くのは不便でしょう。そうなんだよね。でも新しいのはやっぱり持ち歩きたいし、使い慣れたのを手放すのも落ち着かないし、背中にロープでくくりつけたりもしたんだけど、ドアを通るときにゴンってぶつかったりするし。あるある。なるほど、あちこちで壁にぶつかったり人にぶつかったりしているのはあなたたちでしたか。うわ、レイリー先生。魔法学園の生徒が長い武器を振り回して迷惑だと苦情が来ています。武器は没収、あなたたち二人は氷の柱にして差し上げますね。凍らせないでください。没収もしないで。武器は3つまで持っていいはずですよね。確かに許可はされています。しかしそれは適切に装備し管理できていることが前提。無造作に抱えてあちらこちらにぶつけていいということではありません。それじゃあ先生はどうやって武器を持ち歩いてるんですか？私は1本しか持ち歩きません。他の杖は研究室に置いてありますよ。持ち帰ったりしないんですか？ええ、遠征の際などは予備に数本持っていきますが、それも馬車などに置いておき戦場には持ち込みませんね。そうなんだ、先生たちは杖を使い分けたりしてるのかと思ってた。確かに地形や敵の特性に合わせて武器を変えることはありますが、それも事前に調べた上で持っていきます。敵に遭遇してから選ぶわけではありませんよ。トビアスも1本しか持ってないの？いえ、僕は予備の杖を持っていますよ。このカバンの中に。カバンの中？ちっさ！わー、何の装飾もないただの棒って感じのが出てきた。学園の購買部に売っている教材の杖ですよ。なんか見覚えがあると思ったよ。
丈夫で使いやすく安価なのですよ。まあ複数の武器を持ち歩きたいのならば携帯の仕方を工夫することですね。見苦しくなく周りに迷惑のかからない方法を考えなさい。見苦しくなく武器を持つ方法か。まあ、それでわざわざ私に会いに来たわけ？おしゃれ上手のルーラさんなら素敵なアイデアがあるかと思いまして、僕らにスマートでおしゃれな武器の持ち方を伝授してください。私は杖も槍も使わないから参考にならないと思うけど、ま、普段は剣をこんなところに隠してたりするわね。ちら、太ももに剣が。ガーターベルト。あとはこんなところとか。胸から。谷間はないけど胸元から長剣が出てきた。で、あとはこうか。うわ、そんなところにまで。さすがルーラさん、おしゃれ番長。あなたたちも頑張りなさい。はい、配役にいなかったから油断してたでしょう。ルーラさんも出ましたね。出ました。さすがおしゃれ番長ですね。ただあの どこから出したの最後。確かにそう、謎を残して終わりましたね。え、ゆりこんどこだと。一応だってもうね、胸は出してるわけじゃない。太ももは出してるでしょ。、うん、あと何、へそ。腹腹か。すげえ中二っぽいな。ちょっと痛いのよね。無理しないで。さて、このラジオドラマですが、リスナーの皆さんからこんなシチュエーションのドラマが聞きたいというメッセージを募集します。もしかしたらチェンクロに関する疑問をドラマの中で答えてくれるかもしれませんよ。皆さん、メッセージお待ちしています。お届けしてきたチェンクロ公式ウェブラジオチェンラジ、そろそろお別れの時間になってしまいました。なんか私が賢者のさっきのパーティーで行ったらできるのかなと思って、はい、今急遽ベラさんを育てました。おお、まだ試せておりません。ちょっとこの後試したいって思います。これで全然勝てなかったらちょっとまずいね。賢者に対する愛がちょっと足りないって思われちゃう。頑張ってください。頑張ります。はい、でこの番組は毎週月曜日の19時頃に配信されます。番組では皆さんからのメッセージお待ちしています。温泉の番組ページのメールフォームから送ってください。メッセージを送ってくれた人の中から抽選で1名様に私たちのサイン入りステッカーをプレゼントします。そしてここでリスナーの皆さんに精霊石1個のプレゼントのお知らせです。 URL は https://sgap.ps/tanpopo です。こちらにアクセスしてください。受け取り期間は4月2日月曜日18時59分までです。ということで、ここまでの相手は緑川光と今井あさみと内田彩と高木ゆりかでした。バイバイ。この番組は株式会社セガゲームスの提供でお送りしました。